はい、お疲れ様です。じゃあ添削をね繰り返していきますね。いただいたシートなんですけども、これが三線ですか三点底ですかってことなんですけども、これは残念ながらね三線でも三点底でもなくって、まあ、強いて言えば右肩上がりのダブルボトムと言えなくもないんですよ。右肩上がりのダブルボトムでヒゲ先がこうなってますから、その後はまあ上昇する傾向にあるかなっていうことと、まあ、ここがねフラッグになってるんですよね。こういうふうに、ね、実態をこう見てみると、でフラッグを抜けて一旦下ついて上の方に伸びたっていうふうにブレイクを考えていった方がいいかなと。でさらにですね、これはリアルタイムチャートでここ数ヶ月前に解説したと思いますが、ここなんですよ。あの下落から上昇へ転換するサインがこれ出てるんですよね。それをここに書いてます。流れ星っていうんですけども、じゃあどんな形かっていうと、安値圏で実体が短くって下ヒゲがぐんと長いやつね、これ流れ星って言って、まあ、上ヒゲはあってもなくてもいいんですけども、上ヒゲが長いとちょっと意味が違うんですけど、上ヒゲがほとんどない状態もしくはない状態でこれが出たら、下に向かっていったものが反対側に行く可能性がすごく強くなります。でこの1本だけ目立ってるわけなんですよね。でまんまとその時は私の解説通りにこれがどん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 上に上がっていったんで、よかったねっていうことだったんですよね。まあ、ですんで今回ちょっとね学んでいただきたいのは、これは三線でもトリプルボトムでもなくって、強いて言えばダブルボトムの右肩上がり、右肩上がりのダブルボトム。しかし正解は安値圏で出た流れ星で、下落がガーンといったものが全く反対側に行きますよっていうサインなんですよね。はい、ということでございました。あ、でもね、こういった、質問を繰り返すことによって、あ、そう考えればいいんだ、そういうふうに捉えていけばいいんだ、そんな形があるんだっていうふうに、どん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 引き出しが増えていきますから、今後もよろしくお願いします。それでは。